そしてハイフィールドには東京グルトスワローズマスコット27年目の大ベテランつば九郎。すごい、これ動画撮りたい、動画撮りたいですね。いつまで続くんでしょうか。もういいですか。あ、どうもありがとうございます。つば九郎のビジネスパートナーでもありますドアナ先生にもお付き合いいただきます。つば九郎の一言いきましょう。さあ、スーパーカラービジョンズームアップお願いします。あの、良かったり面白かったりしたら、感動したりしたら拍手お願いします。はい、神宮球場残り今日を入れてあと2試合となりました。はい、神宮グルメを皆さん楽しんでくださいね。今日もドアラが一緒に盛り上げてくれます。バク転も見れるかな。3日間ありがとうドアラ。はい、そして五十嵐亮太投手の引退試合でもあります。はい、つば九郎の思いもね、ブログの方に、書かれておりましたが、引退試合はなんか切ないので、新たなる道への出発試合をしましょう。素晴らしい、素晴らしいですね、つば九郎。はい、五十嵐亮太投手とつば九郎、長い付き合いです。いろんな思い出があります。つば九郎の方が3年ぐらい先輩ですかね、敗戦ですよね。はい、いろんな思い出があるんですね。はい、はい、どうしたんですか。ちょっとなんか今思い出を頭に浮かんでたんですかね。はい、試合中いろいろ思い出しながら笑顔で勝ちましょう。皆さんもね、つば九郎同様いろんな思い出あると思いますので、はい、思い出しながら楽しんでください。亮太投手バンバン抑えて引退撤回してもいいよ。確かに、あの、引退会見の時にね、このようなことをおっしゃってましたね。はい、なお、何、三振取っても花火は上がりません。昨日のやつね。はい、明日からはつば九郎と西麻布のロケットボーイズ、忙しくなるね。はい、906登板目に焼き付けます。登場の時は皆さん大いに盛り上げましょう。では真ん中に入らせていただきます。お待たせしました、両チームスターティングラインナップの発表です。大変長らくお待たせいたしました。ただいまよりJ-RAセントラルリーグ公式戦